それではメインディッシュ魚料理でございます。はい、はい、こちらオオグソクムシの姿揚げとなっております。キモいって。オオグソクムシってあの女子に人気のオオグソクムシですか？てかオオグソクムシ食べれるんだね。いや本当ですよね。今びっくりしてる。でも魚なのよこの子。エビの仲間かい君。うん、そうだよ。甲殻類的なやつ。なんとこちらですね、静岡県高知県から直送の、深海生物オオグソクムシを丸ごとカラッと揚げた一品となっております。イエーイ。確かにエビにしか見えない。あー、なんか落ちたよ。だってエビだって足落ちん。お、でもエビみたい。エビみたい。選ばせてあげるよ、はるかに。え、ちっちゃいわ、ちっちゃいわ。でも顔さ、こっちでいいよ。じゃあこっちに向けておいてくね。キモくない？いや、キモいよ。いただきます。はい、召し上がれ。あ、でも硬そう、ちょっと。うん。噛みちぎれそう、大丈夫？うん。エビ、え、ほんと、エビ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 、うん、あんしてもらう。なんかさ、大丈夫、頑張る。こっち見て、なんかカブトムシ掴んでる気分。あ、でもあれに似てる、あのエビのエビせん。おお、あ、タコせんべいにも似てる匂いが。タコせんべいの匂いがする。え、食感もエビだった？はい。お、成長した。キュンさんが成長した。すごい。エビじゃない？うまい。好物の味。本当？へえ。よかった、はるかが無事食べれた。よかった。一番美味しそうな顔してる。それでは最後はデザートでございます。はい、姫たち美味しくいただいてください。あ、女王と姫美味しくいただいてください。はい、それではこちらです、どうぞ。団子、はい、映えてるかこれ。これ蒸団子となっております。まあね、日本の伝統菓子串団子を見た目も楽しく華やかな装いで蒸し仕立てにアレンジした一品でございます。串に刺したお団子の上にカラフルなあんを絞り、イナゴ、ハチノコ、カイコの佃煮。さっきは揚げだったけど、こっちは佃煮です。おぉ。佃煮をトッピングし、少しずついろいろな楽しみが味わえるそうです。わぁ。じゃあ写真して。やっぱインスタグラマーなんで。そうやな。これじゃあサッパーからあーちゃんも一緒に食べましょう。いやいや、最後まで二人で食べなよ。いや、最後あるんで。いや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 。最後もったいないですよ。いやいや。虫泣いちゃう。お団子食べたら太っちゃおう。いやいやいや。かわいいけどもダメだ。みんなで。はい、チーズ。すごいですよね。落ちちゃった。ゆくゆくはこういう時代になるかもしれないよ。はい、じゃあ一番上の段、稲子から、はい、いただきまーす。次のところにやろう。うん。え、めっちゃうまい。ほんま？え、めっちゃ幸せそう。これ今後もどのお店でも販売してほしい。へぇ、そんなに？バランスがめっちゃいいです。だってよ、姫。姫。じゃあ、食べるよー。うん。ね、うん。うまし？うんふん。合います。和に合います。ちょっとこれかも。美味しくない？え、美味しいですね。よかった、なんか幸せな感じ。あれ？俺美味しかったな。さあ、というところでここまで虫グルメ食べてきましたけども、普通のはるちゃんから虫姫になったはるちゃん、いかがでしたか今日は。なんか
意外と美味しかったあれあれってなんか、うん、私いけるかもしれない私虫いけるかもしれないです。じゃあこれからアプガの2代目虫姫として歩んでいってもらってもいいですか。はい。おー強い。女王になった、はい、ゆりかさんどうでしたか、はい、今日は。今日はですね、あの一度にこんなにいろんな虫食べられて、うん、なんかあの虫好きかもっていうジャンルがまた一つ増えたのではい、はい、なんか、はいはい、ありがとうございます。これ私得しかしてない企画かもしれないです。ということで今日はあんで一番美味しい企画だったかもしれませんね。見た目的にはやばいけれども、はい、でもいい企画だったんではないでしょうか。幸せ、はい、ということで今度からアプガの罰ゲームもぜひとも美味しい虫でよろしくお願いいたします。お願いします。よろしくお願いします。それでは皆さんごちそうさまいたしましょう。はい、じゃあごちそうさまでお別れです、はい、せーの、ごちそうさまでした。バイバイ。